試合結果7球中日5、6連営延長11回サヨナラ負け4点差追いつくも決めきれず。もったいない負けで連勝ストップ小笠原は4回4失点4点リードされたものの打線が粘り6回に3点、7回は2点を奪い同点にただ7回は満塁でカリステがゲッツー、11回は目を追いたくなるような走塁ミスにつで自らチャンスを潰し結果案の定というべきか、さよなら負けよりによって8連戦の初戦で先発は早々に交代中継ぎ陣はほぼフルで継ぎ込み持てるカードはほぼ使い、疲労だけが残った痛すぎる負け方なければいけなかったゲーム。こんな内容のゲームをしていて上位を目指せるわけがありません。ライデル投げてないのが救い。D20。4から追いついて龍空が偏直打って周平がバット引くの遅れるかつ送球できる高さのボールが行く確率って考えたらとんでもない。1試合でどんだけミスしてんだよ。負けて当然打撃から流れを渡してるから。勝てた試合どころか本来勝てなきゃおかしい試合。まあ相手ももっと楽に勝てなきゃって考えてるだろうけど。なんで今日勝てねえんだよ、意味わかんねえよマジで。2塁打死球死球で0点。直後さよなら負け。何これ。11回表にわけわからん攻撃したのと、12回に板山回るかもしれんのに謎交代。ベンチも出とる方も反省点だらけやで、試合後ミーティングしっかりせえよ。まだまだ足らんなこのチームは。監督が一番足りてないけど。リリーフのライフ削っただけの無駄な試合やね。結局安打数で上回ってて草。ミスしたやつ全員反省しろよ、マジでありえんて。こんな情けない姿を晒すくらいなら小笠原の炎上だけでおとなしく負けとけ。追いついたせいでデメリットしかない試合になったわ。立浪が悪いのはそうだが、小笠原もな。無駄に疲労しただけで草。さすがにため息しか出ない。個人的に一番ヤバいと思うポイントは小田の使いどころだろ。2アウト1塁で簡単に使ったせいでもっと大事な場面でダイソーいないとか枠の無駄としか言えん。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしのゲームだっただけ。岡林が内容良くなってきたのは普通にポジだな。これからは野球に流れはナイロン社にはこの試合を見せてやれば論破できるな。完璧に仕留められたな。そら月間 MVP 取るわこいつ。こんなんなら最初のスリーランで負けてた方がええわ、ぬか喜びさせよって。連戦初戦から早めに先発下ろして、それから延長で中継ぎ使うだけ使って負けるとか、後のこと考えたら思う限り最悪の負け方じゃねえか。無駄に投手消耗しただけだわ、何にも残らん試合だった。何がまずいってこれが8連戦の初戦だということ。小笠原にも問題あるけど、やっぱり早く変えすぎたな。珍しく打線が5点取ったのが裏目に出ちゃった。走者出してアウトを1イニングに2回も繰り返して勝てるわけないわな。米印8連戦の初戦です。立浪和義やめろや。とにかく雑。レイみたいに長打も打てないくせに。松木平和デビュー戦でいきなり逆境やな。箱庭球場、前日にほぼリリーフ投手登板しとる。こんばんは、おバカさん。マジで立浪が何もしない方がまだ勝てそう。オースティンという選手いるのがおかしいんや。明日はベンチで休んでいてください。平田がズバズバ展開当ててクソバで、立浪がアホを晒して負ける。こりゃもうダメだろ。やっぱりやめてほしいわ立浪。平田何もしなければノーアウト満塁でしたね。これが全てやん。無能が無駄に動いて作れたはずのチャンスも作れなくなる。平田コーチで入閣しねえかな。現役時から頭はちゃんと使えてるし、監督変わるタイミングなら悪くねえと思うんだがな。板山の息子くんよ、頼むから立浪監督辞めないのと言ってくれ。そしたら辞めるかもしれん。まだ10回裏の代打強打で決めらた方が笑えたわ。11回表は全球団で今シーズンのワーストレベルの攻撃やろ。立浪続投ならよそに取られそうやね。色も太さも変わらない淡々とした管理人コメントのフォント、そこからもこの試合の無意さが感じられるのであった。負けたけど渡来くんのクタク面白いからいいわ。今日はもう良いけど頼むから明日も5点くらい取ってくれよ。松木平を勝たせてやってくれ。カリステ満塁と中島でどれだけ負けてんだこのチーム。結局じわじわと横浜戦も負けが増えていく。例年通りや。そもそも中日は親会社からして反して主義なんやろな。
この全優勝を決めた時に5三振でアシストしてくれた筒香を思い出すよな。そこまでサポートされてなんで今日負けてんねん。頭おかしくなるで、こんなん。選手ベンチどちらもダメでした。頭の悪い選手に頭の悪い監督ではどうしようもない。横浜戦にありがちな何もない試合、打てない代打の切り札と走れないダイソーの切り札をいつまでベンチに入れるの。ベストバッドゲーム。久しぶりに平田の解説聞いたけどズバズバ当ててびっくりしたわ。リュウクってほんま頭空っぽでプレーしとるよな。自分がどれだけ大事なランナーか全く分かってない。勝ち越せるとき勝ち越さないからこうなる。リュウクは当分見たくない。セリーグにいさせてもらえるだけ感謝しないと。打線はヒットがたくさん出て点もたくさん入ったよな。野手陣は暑さで思うようなスイングができてないんじゃないか。心配だわ。中日は渡来外して契約金詐欺の草加だろと言われたら乾杯で笑えないんだわ。ヤクルト班も派手に散っとるな。 5.6 位は決まりだね。ずっと友達だよ。長打打ったら飛び出してアウトになるから無駄だぞ。しかもアイテム牌の東って、板山のホームランのスイングまるで片岡だな。打って気持ちよくなってそう。ちょっと今までで一番イラついたまであるわ。いろいろありすぎだろ。何もしなければノーアウト満塁。立浪が動いて2アウト1塁。傑作レベルの無能が監督やってるやん。水曜日のダウンタウンの勝ってはいけないシリーズか何かで、相手の新人の六太子を笑うとき、こっちの11回の攻撃も笑われるで。お互いリスペクトを忘れず応援しようや。立浪和義も動きすぎてやばいけど、土田は何やあれ、あそこまで飛び出す必要はなかっただろ。阪神戦のトラウマ引きずっててくさ。てか三浦はそれでも使うんだな。まあ打率は悪くないけど。前回の試合に盛大にミスをして負けたベイスターズ相手に、上には上がいると言わんばかりの野球をやってくれたな。みんなグダグダ言ってるけど、そんな悪くないけどな。かなり中継ぎ使わせたから、ベースは中継ぎがウィークポイント。明日の東相手は粘るだけで良くなった。惜しかったな。でも追いついたから何もなくはないし。また明日からきっと勝てる。たまにしか出塁しないから走者のあり方がわからないんだ。結果的に表面化しなかっただけで、板山の交代が一番やばい。全く意図がわからない。このチート打者と同じポジションの新外国人取ってきたってマジ？今の一軍の3人は今後レギュラー格で出続けるのは無理だし、誰が出ても弱点にしかならんのよな。そこのあたりどう考えてるんだろう？ビジョンとか絶対ないやろ。俺が監督やった方がマシって心から思えるのこいつだけや。最後で全部台無しになったけど9回までは面白かったわ。延長入った時点で見るのやめればよかった。冗談抜きで久しぶりに出塁して嬉しくなっちゃったんじゃないの。普通に完封されるだろ。キャッチャーどっちかっていうとフロントと遺恨の子ってそうなのがね。立浪がどうとかじゃねえのよ。平田の捨て方はこの上なく印象悪かったしな。相手の酔っ払いみたいな名前の中継ぎを打ったまではよかった。その後の全てをなかったことにしたいわ。なんでリュウ君は俺を毎度イラつかせるのか。2アウト1塁からダイソーって野手の無駄遣いだろ。しかも起用された小田は走ろうともしないし。こんなやっこ一軍に置いとくなよ。おバカさん54。立浪の意図なんてわかるやついねえわ。スタメンすらしっかり組めないようなやつだぞ。相手東だしな。それだけに今日だけは最悪でも勝ちはしなきゃいけない試合だったんだが、この負けマジで痛すぎるやろ。A クラス争いに1カードの調子で食らいつけるゲーム差の8連戦の開幕で総力戦に持ち込めたが、こちらが勝てる流れがボンミスで終わり、挙句の果てにその裏に落としてつぎ込んだだけの代償分マイナス。なんやこれ。なんで立浪が考えてると思ってるの？今のスタメン見たら育成とかビジョンとかないの丸分かりだろ。悪くないって何が？負けるのがいいの？平田は将棋上手いし割と良い采配するかもな。メンエラ発動したらめんどくさそうだけど。ライマル以外リリーフ使い切っての敗北は普通にきついし、明日は頑張ってくれ。土田のせいで負け。ユークというかさ、雄大がいるのずるくない？
お友達のヤクルトも9回にアウトにサードゴロでベース踏めば試合終了なのにベース踏みながらボール落球。次の近本にサヨナラタイムリーとかいうお笑い野球してるからまだ救われた。ヘリスはまたぎだからしゃあないでよいわ。打線も5点取って追いついたんならやることはやってる。先発が5回も投げれず4失点2被弾もするのが今日は悪いわ。それもそうだな。平田にはしっかり活躍してほしいわ。ここのところずっと負けても大してイライラせずにやり過ごしてきたが今日はムカつくわ。怪我しないオースティンと有能な立浪、どちらも空想上の存在だと思われていたのに今日は前者が出現したな。後者が出現する日は来るのかな。松木隊には悪いけど明日は広島以外誰が投げてもきついだろうから勝ったら儲けもんみたいな気持ちで見るわ。フロントと揉めてるから現体制だと厳しそう。それこそ強電の縁やなんやで横浜とかに引き抜かれそうな悪い予感がしてしまう。強打にしてやられるし、なんというかも強打どうして出したんだよ。敗因は立浪。何も言えんわ。呆れる新監督のもとさっさと25年シーズン始めてくれ。加藤匠馬がいきなり3割打てるようになったようなもんだから突然変異すぎる。ノーアウト満塁はないよ。四球の前に周平がバントするから一四三塁で代打山本。あの場面のバントは無駄ではなく正攻法だからそれは問題はない。問題は龍空の牽制アウト。アウトになっていなければ強行ヒットエンドランもなかった。普通に采配できる監督なら今頃貯金さんはあるだろ。勝利よりもイベントに関わるから終わりだな。まともな頭があったらセレモニーで揉めない。解説おもろかったな。平田ってあんな喋るキャラやったんやな。あんな1試合ずっと頭回転させてたらめっちゃ疲れそうや。4位争いのために優勝争いレベルで中継ぎを使いまくってるのやべえわ。明日の松木隊は完封でもするくらいしか勝ち筋がないわ。私が記事を書くとしたら降格だろう。三浦監督と DeNA9 は立浪監督に感謝しなければならないだろう。なぜなら楽勝展開の試合を危うく逆転負けしかねない内容にしてしまったからである。平田は現役時代から野球の浮気書いてやったし将棋とかもめっちゃ強くて単純に IQ 高そうやし解説を聞いてても先の展開読むのもうまいもんな。雄大が羨ましい。くれないかな。よくて回悪くて9回投げられて普通に抑え込まれる未来しか見えんが。来年立浪が辞めてもライデルいなくなって去年のがマシと言われるのが見える。小笠原もこんな実力でメジャー行ってるのか肩払いたいわ。大野武宏がおるやろ。平田ってマジで良い野球脳してんな。でも中日だと忖度脳がないと野球脳だけ良くても生きていけないから名物解説者で稼ぎまくってくれ。強打はファーストもうまい。向こうのキャッチャーの雄大くんすごかったな。こっちの加藤とは全然違うわ。残棒うまく使って耐えてたけど結局最後は一発の大砲で陣地ごと吹き飛ばされちまったな。最後の最後に火力の差が出た。立浪が横浜行けばよかったのに。もう少し山本のスタメン増やしてもよくない？数字以上にいい仕事する印象あるし7、8番打たせるならうってつけだと思うんだけど。正直7番以降に全く期待が持てんのよ。中日に入ったのが間違いだったんだろうな。来年はタッツはスカウトやな。じゃあ横浜が雄大くれる言うたらいらんって断るんか。今年の中継ぎ国士は本来は長いイニングを期待される王の柳、小笠原がすぐ降りるのも原因よ。今年のこいつらは給料泥棒や。伝英はリリーフが弱いから系統勝負に持ち込めば余裕で勝てると買い切ってたやつらを。フェリスに2イニング投げさせるため一番遠い打順に組み入れたらしい。板山の打席より優先した。ベンチワークでミスしまくりの中日とホームランで点取る横浜という対照的に試合だったな。開始名1割台前半常連だった守備型キャッチャーが1年で急に2割後半打てるようになり翌年は3割打ってるんだからバグすぎる。ああいう掘り出し物を多く見つけられれば優勝は近づくんだろうな。明日はカリステ下げてライト板山ファースト石川で行こう。完全に龍空のボーンヘッドで流れが変わりさよなら負け。使えんショートや。もうカリステでええやん。どうして
こんなにいい選手を。立浪も平田みたいに将棋をやればよいのに。土田とかロドリゲスとかきついわ。250以上打ってくれる村松って相当優秀だな。平田がこんな頭いいとは思わんかったな。しがみつくどこかのおバカさんとは段違いの頭脳。ほんとおバカさんと悪すぎ無能 PL コンビやめろ。ごめんな勝っちゃって。ホームラン打線の脅威を思い知ったか。中日さんじゃ変に無理でしょう。ブライトとカウケイとかドラフトするくらいだし。今日長打を打ってランナーが二塁に出たんです。やったな、嬉しいなと思っていたら次の瞬間消えていたんですね。やだな、怖いな。こういう時こそ監督には打線が上向いてるから明日も自信持っていけみたいな発波をかけてもらいたいんだけど、実際はやっぱ違うよね。明日先発で有効使え。最後のチャンスだ。マジでカリステの満塁でも関係なしで振り回すバッティングきついわ。守備も大きな破綻はないしな。元に戻ってくれるといいね。立浪が長いイニング使えばいいだけやろ。先発が点取られたらすぐに下ろすんだからイニングも食えんよ。野球のありそうな中日 OB も忖度で頭ボケてるような話しかしないうちに本当にボケてしまうのが中日村だしな。平田には他球団で頑張ってほしいわ。保守が雄大じゃなきゃ今日勝ってた気がする。やーい。中二度の監督立浪。龍空は明日からスタメンあるかって期待させといてこれだもんな。干されても文句言えんわ。12球団で一番イニング食ってくるピッチャーやんけ。明日の松期待は仮に打たれてもさらし投げになるよ。立浪が新人の退路を断ったな。好投しかない。満塁以外だとそこそこ打ってるんだけど満塁になると IQ0 になるよな。立浪再開回避できそうだし来年続投はザス W。 土田ロドリゲスよりはかなり良いと思う。広島戦の3勝あっという間に吐き出しそう。ぶっちゃけそれが魅力やろ。それで勝った試合も結構あるからしゃあない。感情論なしで言うなら龍空スタメンでもいいかもな。実際去年はああいったあたりほとんど見たことなかったし。でもここまでの結果見たら干されても文句言えんよね。桑原とかに文句言ってる DE ファンの気持ちがわかったわ。確かにケースバッティング苦手な選手って数字以上にイラつくものはあるな。ポニニマスゴケとか角は前に行けないからスタメン落ちとかやるだけでは。結局のところ送りバントをやるべきところでやらず初回漫然と打たせて併殺。やらなくていいところでやらせて延長11回。貴重なランナーをアウトにしてしまう。毎度毎度何考えて采配してるんだか。冷静にオースティンとかいうの NPB のレベルじゃないと思うわ。二塁のタッチアウトはめったにお目にかかれないやつだな。自分が受けるだろうヒーローインタビューの内容でも考えてたんやろか。広島から巻き上げた白星を横浜に献上したるわ W。 あれは龍空というより山本が良すぎた気もする。結局小笠原とハブにイニング食わすだけでよかったよな。リードもしてないのにリリーフつぎ込んだけど粘ろうとして三振の山を築きそう。何がしんどいかっていうと星3人は揃いも揃って欠陥だらけ。でも石橋、アジタニ、山線をビハインドですら打席も守備機会も与えない。守備がどうのこうのほざく割に扇のようを一番雑な運用なのが救いようがない。結局さ一軍の編成がおかしいんだよ。中島みたいに戦力になってない選手をいつまで置いておくんだよ。その結果延長とか緊急事態で対応しきれてないんだし。トラウマになるなら守備関連だろ。スライディングキャッチされてタイムリーが利比になったの見てないんか W。 少なくとも小笠原は最低でも100球を6回までは投げさせるべきやったな。負けに不思議の負けなし。そんな人本当にいる？中日ファンなら系統に入ったタイミングとリリーフ人数から不安を感じてたと思うけど。7月4割打者の石川くん今日も元気にベンチスタート W。 今日だって中日キラーだよね。広島から巻き上げてた球団に分配することでセリーグを面白くしてるからな。広島以外のファンにはマジで感謝してほしいわ。いや実際相当追い込んだのは確かやろ。相手も9連戦初戦に中継ぎ使ってるからセーフ。戦う顔してなかったからだろ。スペじゃなければ日本に来てない選手だし。ゆうくん
出す。小田、ボーンヘッド。いつもの小笠原のルーティーンやね。なぜフェリスを買いまたぎさせる？オースティンに打席が回るからそこはライデルだろう。延長になるといつも信用できる中継ぎいないから仕方ないか。延長のオアウト二塁でバントはそこまでおかしい采配じゃないし、一番悪いのは龍空だわ。牽制音なかったら立浪の畑岡采配発動しなかっただろ。未来のためどころか現在のためにもなってないんだよな。総合的に見れば木下が一番マシだと思うけど、他球団と比べてあまりにも弱点になりすぎてるわ。贅沢に言うとカリステみたいなバッターが6番くらいなら強いんだろうな。当社比だと細川の次に打ってるからクリーンナップだけど、優勝するならカリステ6番にできるくらいバッターがもっと出てこないと厳しい。アルモンテと同じで稼働さえすれば働く人やな。ほんま、なるほど。3月、確かにフェリス界またぎ前提ならそうするしかないか。意図は理解したけど、サード周平ファースト福永の守備緩めして、その後の攻撃期待値下げてまでやることかね、という疑問やな。MLB レベルの打撃と赤ちゃんレベルの頑丈さが同居した不思議な選手やな。素晴らしい試合。お前らうちとこんな泥試合やってるようじゃ先はねえぞ。どうせ負けるなら代打中地で笑いを取ることも好用の一つやろ。さよならであっさり負けてバカみたいだな。明日松木隊なんだから多少打たれても小笠原にイニング食ってもらわないとダメだろとは思った。なんか日銀みたいでかっこいい。ダイソーの切り札が小田という時点でお里が知れるが、足が速い遅い以前にチームとして走塁レベルが低すぎると思うわ。龍空のあれは論外やし、序盤の福永もカリステの当たりでホームに帰ってこれないのはダメやろ。アホかと思われるプレーを何個もやるなよ本当に。負けたのに意地でも相手選手やチームをけなそうとするコメントがあるのはすごいと思うで。中島は無して終わったということは、立浪的にはマジで負けに行ってる可能性がある。内容的には最下位同士の試合内容だと思う。特に牽制し VS フォアボールのあたりが。解説平田は代打京田に感情移入してそうだったの草だった。どっちも立浪には並々ならぬ思いがありそうやからね。横浜は初物に弱いから明日の松木隊は完封の期待大。あとは東から何点取れるかがポイント。ぶっちゃけこの打点環境で OPS750 を6番に置けるチームほぼないやろ。ポジション無視してもソフトバンクですら13のどこかに置かれそう。8連敗の初戦に見えました。もう終わりだね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。